南大通は愛知県豊川市の中心部と南部とを結ぶ道路の名称及び地名である。愛知県道400号豊橋豊川線のうち豊川市内の区間が南大通と呼ばれる。豊川市の諏訪地区にあった豊川海軍交渉と豊橋市とを結ぶ軍用道路として整備され、現在も豊川市の中心部から南部、そして豊橋市方面に抜ける重要な 幹線道路である。交通量も多く、沿線には多くの店が並ぶ。ここでは北から南に向かって地区ごとに分けて外接する。諏訪町駅南から諏訪地区を見る。諏訪地区は豊川市の中心市街地の一つであり、市役所や大型商業施設、商店街などがある。体育館前交差点で豊川市を東西に貫く愛知県道5号を。 国府馬場線と交差する。名鉄と川線の諏訪町駅もあり、市内では特に人通りの多い地区である。また、体育館前交差点周辺は、電線の地中化が行われた。主な施設大田橋付近より、南方向南大通山頂目南大通の中間地点で、飲食店をはじめとして、多くの店が並ぶ地区である。この付近は元来は片側に車線だが、 豊橋方向の右側車線は、交差点においては右折専用レーンに変更したため、所々で一車線となっている。諏訪町駅方向は、全線に車線を確保しつつ、右折専用レーンも設けている。かつては、豊川市民病院が存在したが2013年に、移転、跡地には商業施設、町には豊川が建てられた。南大通四丁目交差点では、 千歳通りと交差する。南台通2丁目交差点から牛久保交差点までの間は店が少なくなり街路樹が立ち並ぶ。主な施設制岡町方面、牛久保交差点を通過すると緩やかな坂道を下っていく。JR 飯田線の下をくぐれば上席交差点である。近くには飯田線の牛久保駅がある。上下交差点からは大型店が増え、 道幅も広くなる。この辺りは、大型の電気店が多数存在し、電気街のようでもある。豊橋市との市境近くには、クロスモール豊川という商業施設があり、ドラッグストア、医療品店、飲食店などが店舗を構えている。主な施設、ありがとうございます。